皆さんこんにちは。10月10日電撃的な引退発表を行った元騎手の藤田菜々子さん。引退宣言をした際、世間では波紋の渦を呼んでいた藤田菜々子さんですが、騎手を引退した後 AV 女優に転向したとの噂が。そこで今回はそんな藤田菜々子さんの AV 転向疑惑について詳しく見ていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。藤田菜々子さんは JRA7 人目の女性騎手として2016年3月にデビュー。女性騎手としては最多の166勝をさらに更新し続けていました。藤田菜々子さんは2019年にはカペラステークスで日本人女性騎手として初めて JRA 重賞制覇も果たしています。そんな藤田菜々子さんは今年10月10日に引退宣言をしました。ことの発端は今年10月9日に週刊誌が報じた記事です。藤田菜々子さんは2023年4月頃までに調整ルームに禁止されていた通信機器を持ち込み、通信アプリで外部と複数回通信していた疑惑が報じられました。レース前にスマホなどの通信端末を預けることは八百長のような不正を防止するために義務付けられている重大な規則です。こうした報道を受け、彼女は10日に非常停止処分を受けましたが、その日の夜に引退を表明。翌11日に騎手免許取り消し申請が受理され、正式に引退しました。しかし藤田菜々子さんの引退は JRA 職員の間でも動揺が広がっているといいます。本当に意外な結末で動揺している職員は多いですよ。とはいえ藤田さんが嘘をこついた疑いがあるのは間違いない。厳しい処分になるのは当然なんですよ。彼女としてはそれを見越して引退を発表したのでしょうと関係者は語っています。藤田菜々子さんの処分をめぐっては複雑な経緯があるようです。そもそもの発端は2023年5月に明らかになった複数の若手騎手の通信機器持ち込み問題です。当時今村聖奈騎手ら6人が30日間の騎乗停止を受けました。騎手控室にスマホを持ち込み、インターネットを閲覧したことや通話をしたことが不適切使用とされたんです。こうした中で当時は藤田さんだけはスマホの持ち込みが発覚せず株を上げたと評価されていました。ところが今回藤田菜々子さんの引退をめぐり、師匠の根本康弘氏が報道陣の前で、菜々子は以前にそういう通信機器を使っていたことを JRA に自ら報告をしている、そしてその際に口頭で厳重注意を受けている、それが週刊誌の報道でまた処分を受ける形となってしまったと語ったのです。つまり若手6人が処分された際に、実は藤田菜々子さんもスマホを使用しており、それを自白し非公表で注意を受けていたというわけです。これを根本氏は二重処罰だと批判しているのです。しかし職員の中には、藤田さんは2023年に自己申告した際に動画や SNS を見ただけだと答えていましたからね。しかし今回週刊誌は藤田さんが第三者と複数回やり取りをしていたことを証言も交えて報じています。藤田さんも複数の旧社関係者が相手だったと今回認めていますから、厳しい処分になるんですよと語る人もいるようです。そんな藤田菜々子さんは引退宣言をする前、7月11日に結婚を発表しています。お相手は JRA 職員の男性。相手とは昨年から知人を通じて交際を始めたそうです。大学では馬術部に所属していた今時の好青年。藤田菜々子さんがスポーツ紙の取材に答えたところによると、夫との共通の趣味はゲームで、よく一緒に遊んでいるそうです。まだ同棲は開始していないみたいです。そんな藤田菜々子さんは学生時代からモテモテだったようで、競馬学校時代から成績は優秀でした。一方であの可憐さなので非常にモテました。実際競馬学校時代に知り合った男性と6年ほど交際していましたが、2022年7月週刊誌が報じた通り、その後別の男性と交際。さらに今の結婚相手は3人目の男性です。騎手という大変な仕事の中でそれなりに恋愛を楽しんできたということですね。
と競馬ライターは語っています。そもそも女性騎手の活躍は注目されがちですが、厩舎にいるスタッフなどはほとんど男性ばかり、競馬界はいわゆる男社会のようです。そんな中で藤田菜々子さんはいつも愛想が良くてニコニコしています。声をかけると気軽に雑談に応じてくれるフランクさも持ち合わせているといいます。彼女がそばを通ると男たちの目の色が変わっていたりもしてたようです。学校時代も厩舎時代もモテモテだったことを伺える藤田菜々子さんですが、なんと二股していたとの噂も。とある競馬関係者は、彼女は競馬学校時代に知り合った A と6年ほど交際していますが、 A は立東トレセンに勤務する厩舎スタッフなのです。数ヶ月に1回互いに茨城と滋賀を行き来する遠距離恋愛で密かに愛を育んでいましたと語ります。藤田菜々子さんはこの厩舎スタッフと交際する前は別の厩舎スタッフと交際していたそうですが、その時は周囲に彼氏はいないんですよと話していたといいます。その後藤田菜々子さんは5月にこの厩舎スタッフと破局し、次の彼氏との交際が始まったそうです。そんな中、二股疑惑をかけられた藤田菜々子さんは週刊誌の取材に対し、交際時期は重なってないですとコメントはしていました。ネット上には、基本新しく好きな人ができて別れる時って一瞬二股状態にならざるを得ないし、まだまだこれからの騎手、文春はこういう選手を潰さないであげてほしいという反応。さらに、二股だろうが不倫だろうがキャバクラにはまってようが、騎手業の外でどんな恋愛してても馬券買う側には全く関係ない、意外なのでへえと思ったが、仕事で迷惑かけたわけではないでしょうし、プライベートなので放っておいてあげたらという声が上がっていました。乗馬だけでなく恋愛も上手というわけですね。また藤田菜々子さんについていろいろ調べていると、 AV 転向疑惑がささやかれていました。それは某 X ユーザーが、藤田菜々子無敵より元競馬騎手で AV デビューが浮かんだ私の心は汚れていると投稿したことからささやかれるようになりました。しかしこの噂について詳しく調べてみましたが、本当に転向したかは分からずでした。ぜひとも素晴らしい騎乗位を見てみたかったのですが、残念です。いかがでしたでしょうか。今回は最近引退宣言をした藤田菜々子さんについてお話ししていきました。 AV 転向疑惑に関しては今後の発表を楽しみに待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。